遠藤閻魔です、えー、二巡目はちょっと変わった階段をしたいと思います僕の階段仲間がいわゆる夜のお店バーやスナックでおつための方が多くいらっしゃいます僕も最近バーのマスターの、えー、ちょっとした真似事をしておりまして バーテンやマスターの勉強をしなきゃいけないと思い、いろんなバーのマスターやバーテンさんのお話を聞くようになりました。でもこれはあくまでお店の勉強であって、階段のお話のために聞いてるわけではなかったのですが、思わず階段の話を聞いてしまったという一つのお話をしたいと思います。ネット上では、 最近よくアイスの棒の森というお話があるそうです。アイスの棒いわゆるホームランバーとか関西だったら王将とかそういったアイスクリームの棒ですね。この棒のお話なんですがこのアイスの棒を自分の近所や街裏とか 学校の路地とか裏とかそこに勝手にいろんなところでアイスの棒をさしてそれを何かいたずらをしているような遊びがはやっていたことがあるそうですそれはどういう遊びかというと裏山とか竹藪で人があまりいないような場所にたくさんこのアイスの棒がたくさん刺し込んであるそうなんですねところがそれは どういうものかというとアイスですからとても細長くて小さいものですがよくよく見るとそこに一つ一つ名前が書いてあるそうですそれにはピーちゃんあるところはポチミケ2号 そんなふうに子供がいたずら狩りをしているようと、そういう名前がよく見るようになっている。そんな噂になったそうです。しかもそれは子供の頃の話です。あるバーのカウンターで何人かでそんなお話をしていました。昔はいたずらをしてたね。アイスの棒とかでお墓にそれを見立てて、 もしかしたら小鳥とかネズミとか虫とかを勝手に埋めてそこにアイスの棒をお墓に見立ててそれをお墓学っこにしてるんだろうねそのような話です。その時ふとあるバーのマスターが急に黙っていたのに話を終わって声を上げたんです。 ああ、それなら似たような話、私もありますね。どんな話ですかね。マスターの話ですかそうですね。もう40年、50年も前だったかな。子供の頃の話ですが、似たような話ですよ。どんな話か聞きたいですね。あれね。 私の場合はアイスの棒じゃなくってかまぼこ板だったんですよねいわゆるベッドラとかのあれですねかまぼこ板あれに名前が書いてあるんですよあなるほど板の方がまあアイスの棒よりも結構お墓っぽいですもんねじゃあお墓ごっこな感じですかえー、お墓ごっこなのかどうか分かりませんが なんかねさっきのお話だとペットとかなんか小さな動物のお墓だったんじゃないかなと思うでしょところが私が子どもの頃裏山で見たあのかまぼこはですね「田中」「横山」「佐々木」とか明らかに人の名前が書いてあるんですよね。 あ、それはちょっとかなりやばい感じですよね。でも、かまぼこなんでしょなんか、いわゆる小さい板が刺してあって、まあ、あれかもしれないですね。子供の頃ですから、なんか嫌いな奴がいたりとか、なんか、恨んでる奴がいるとかで、なんかちょっと子供というよりは、中学生とか高校生ぐらいのやつが、なんか呪いのために、かまぼこに書いたりとかしてるようなこととか、あったのかもしれませんよね。 まあ、だといいんですけどね。だといいんですけど。ええ、あの、私が見たあのかまぼこのお墓なんですけど、まあ、田中とか横山とか書いてあるって言ったでしょ。あれがね、密集してて、わーっとたくさん立ててやったらわかるんですよ。いたずらで遊びだから。はい。 でも私が見たのは妙にそのかまぼこ糸が等間隔に刺してあるんですよかなり広く遠くでまあ2メートル四方ぐらいかなそのかまぼこが刺してあるんですがまあ気にせず遊びだからと思ってたのに一つだけ気になるかまぼこがあったんですよ そのかまぼこは竹やぶだったんですけども妙にこんもりした山がね新しく土で作ってあった感じがしてて竹やぶの笹とか枯葉とかの山じゃなくて明らかに土なんですよそれがやたらでかいんですよねかまぼこに一つだけ ってて書いてあるわけですよあればっかりはねちょっと掘り返しちゃいけないなとうと動物じゃないなっていうのは分かりましたねえー、まあそんな話なんですけどね <laughs> ありがとうございました我々数人そのマスターの話を聞いていたのですがこの話だけは 階段でもなく、もしかしたら、ある事件だったんじゃねえかみたいなことを呟きながら、妙に重い空気で、あまり美味しくないお酒を飲んでいたような記憶があります。バーのマスターはいろんな話をご存知なものです。ありがとうございました。